日本乐团天后安室奈美惠10月9日在香港举行记者会，宣布明年3月将会举行第二次巡演。以黑白打扮出场的安室以日语向媒体打招呼，不过全场大部分时间都低头沉思，精神好像不太亢奋。拍照时有记者叫安室挥手打招呼，安室才罕有的掩嘴而笑。前回もそうだったんですけど、今回もちょっと皆さんが楽しんでいただけるかなっていう、こう緊張感と不安と、でもこうワクワクする自分の気持ちと、割とこういろいろありますけど、まあ、来年の3月に一緒に同じ空間で楽しむことができて、すごくいい思い出になればいいなと、本当に心からそう思っています。安室奈美惠下午出席完记者会后，随即换上便服到中环逛街。不过随行除了数名工作人员外，还有多名保安护驾，媲美国家领导人出巡。当安室进入名店后，保安站在门外守候，而她的监制兼绯闻男友奚茂宏就在她附近徘徊。安室急速以十几分钟闲逛2家名店，最后一无所获，败兴离开。期间保安上前遮挡记者拍照，场面一度混乱。夜思娱乐新闻中心香港报道。